フェルナンド・メンケリーには、フェルミニアの生まれデカリを中心に活動した、イタリアの現代音楽の作曲家。活動を初期に、イバミカ・ショフの単語プロジェクトに参加したり、フランチェス・マリエ・ウィッティやロベルト・ファブリッチアーに、クラウディオ・ジャコムッチ、ロハンデ・サラーム、アルディッティ弦楽史重相談に作品を提供したりした他は、ほとんど、イタリア国内でのみ知られていた。 20年間で176作を生み出した。イサムに2度入選した頃の作品は、反復語法を非常に細かく装飾した作品だが、先方的感覚は残されている。トリオバッソ国際作曲コンクールに入賞した時点では彼は、先方性や単一化成性を捨てて、かなり複雑な無調性の作品を生んでいた。極限的に細かいために1、4と書かずに5、 20などの寄付法が見られるキャラバントリオやクルーサーでは64部音符や128部音符などの細かい音地の駆使と木管楽器の重音奏法から極めて集中力の高い音色を生み出す。彼は美術や舞踊とも関わりが深く最終的には非周期的な無調性の中期から周期的な全音階主義の後期に移った。後期の作品は 直裁に現代美術との関わりから生まれたものだったが、それ以上に現代のテクノロジーを駆使したものだった。カンツォーネ・ペディフェリカは、ショパンの一番のノクターンを自作のコンピュータプログラムでスクランブルしたものである。エディッパンとコルレーニョと VDM レコーズから一枚ずつ作品集が出されているが、中期にあたる作品の録音が多く、作風の全貌解明には至っていない。 レンツオクレスキによるマイロンがウェブで読める。メンケリーニは1980年代からエディッパンで作品を出版し続けていたが、キオラミュージックプレス他からも数作ほど出版がある。2013年にメンケリーニ国際演奏コンクールの第2回が開催。メンケリーニ作品のみで争われた現代音楽の演奏家のためのコンクールであった。第1回は、 フルーティストのマッテオ・チェザーリを輩出した。現在遺族周辺の人物が彼の楽譜を PDF 化して需要に努めている。このほかステファーノ・スコダニー、ビオ、ルチア・ボーバ、マリオ・カーロリ、フランチェス・コ・ディロン、クラーラ・ケルメンディ、ジャンカルロ・シャッフィーニ、ファブリッツィオ・オッタ・ビュッチなど、現代音楽のスペシャリストがメンケリーに作品の下に集っている。ファウスト・ボンゲリは、 彼の右腕と呼べる才能を持ったピアニストであり、2017年の没後20周年記念演奏会は彼のソロリサイタルで終わった。マッシモ・マッツォーにはメンケリー2の難しい重音奏法に応えたサックス業界の巨匠である。ありがとうございます。